はい、どうもパテマス協会でございます。というわけで本日、まあ、ちょっと音響いてる、もう響かなくなることがないんじゃないのこの家どうなんでしょう。というわけで本日はお休みで、ただいまお風呂上がり8時半でございます。というわけでハイボールいただいております。乾杯。本日はちょっと棚作りと職場の DIY を若干しておりました。そして本日は2分の1日分の野菜等2個味はあったか鍋、蓋をしたまま電子レンジで温めてください。半額、はい、買っておりました。昨日の時点で半額なのに今日の時点ではもう0円廃棄処分のものですね。でも大丈夫、あでもそう、こういうの全然食べられるタイプです。いただきましょう。昨晩はライブでなんかあの担々麺みたいなやつってか、なんか乾麺みたいなやつで、この麺入ってるのか入ってないやつは、ただの麺だ、ただのもやしとかそんなのに入ってるやつや、安っぽいやつやね。こんな感じです。はい、それでいただきます。ローテーブルなんで低いんですよ。だからこれゴロゴロしながらここで、ね、そんなの低いんでね、ゴロゴロしながらこれぐらいがいいんですよ、うん、私にとってはちょうどいい。お肉ってこれ何だ、鶏肉が入ってるのかな、うん、うん、お風呂上がりの残り湯で、まあ、例えば洗濯2回しよう思ってます。なるほどやな。それとこか、頑張ってよくしとこ、節電節電。なんか落ちた、ライブしようかなともちょっと思ったんですけども、洗濯も2回したいし、そんなんしてたら遅くなるんで、まあ、あのビログ撮りながらね、あのダラダラしようかなと思ってます。昨日届いたね、キッチンの収納棚が全然ダメすぎて電子レンジ入らなかった。急遽やっぱ今日作りましたわ。また木材山ほど買うてきて、うん、どうせまあ買わないといけなかったんで。うん、雪かきしてね、タイヤ取られて、まだその周りスコップ掘ってっていう感じでね、ようやく雪をね放り出して外に出れるようになったんですけど、まださっきちょっと雪降ってたんだよな。もう嫌だよ雪ばっかり、うん。そういやさ、この部屋さ、だいぶ物も増えてきてんやけど、天井が多分高いしさ、多分ずっと響くんやと思うよこれ。響かなくなってくんのかな、なんかそのうちどうなの。
だな気にならへんけど、動画とかからするとね、聞き取りにくかったりとかな、あんま良くなかったりするのかな。ライブするときはこれでマイク持ってるんですよ、うん、でライブの音声は結構響いてる。だからこれ今スマホで撮ってるんで、これどうやろうな、スマホやからって変わることもないか。今の注水はさ、もうすすぎに入ったからお風呂の湯入れとくべきやったな。お風呂の湯を入れておくべきだった。うん、まあそこでね、コロッケも焼きませんけど、まだやな、全然まだや。今日からちょっとね、レンタン入れてるんですよ。日持ちがいいかなと思って。なんか良さそうな気もするけどな。どうねよ。なんかあったかい気がする。気のせいかもしれんけど。レンタン入れたらそう思いたいだけかもしれんな。今日はまだ5件で、気はもらってみたんで、ちょっと、燃やしております。いやでもそのうち そこ尽きるぞこれ。ペレットも変わんなんかな。ボラム式洗濯機って水量少ないよ。で洗えるとこ見えるやん、口穴から。あんなで洗えてんの。やっぱ信用ならねえよ。あとこの鍋が白菜でなくキャベツなのが嫌だけど、白菜にして、美味しいけど白菜が良かったな。このうちあと白菜と大根あるんですよ。大根煮込むかな、そいつで。だ別にこの部屋ね、昼間そんなめっちゃ寒いわけじゃないんで、今日もストーブつけてなかったんですよ。まあ、人がつけたりさ、クズの日とかやってると多分火つけると思うけど、今日みたいに作業してる日なんかもう暑かったしね、普通に。暑いっていうのは動けたからね、動いてたから汗かいただけだけど、棚を作ってね、うん、ようやく電子レンジも綺麗に収まりましたわ。一瞬入らへん顔で汗かいたけど作ったのに。最近の電子レンジでかいよね。回らない電子レンジ。まあそんな高いの超えてませんよ。パナソニックの価格 .com で一番評判が良かったやつ、3万円ぐらいです、うん、それ買いました。見てたら結構高いよな、5万6万当たり前みたいな。そんなの使わんしな、温めるぐらいしか。最近トーストもグリルでやってるんですよ。グリルで4分ちょうど。これし
ロイヤルオーク、もう半分以上なくなりましたね。ティーチャーズいただいてるのがもったいなくって、特別な日しか飲めませんわ。ぐうたらして仕事もしてへん日ね。でもいよいよ今週いっぱいで間の家でレノベし動画も終わりですよ、マジで。終わっちゃうな、ついに。まあいいけど、まだコロッケ焼けへんかな。11年目入りましたけど、11年目ほら、どっちでもええわ、何せよ。名残惜しいことはもう本当ないわ。まあそこの時代が終わったもん、俺の中では遠の昔に。早くもう引っ越しを完全にこっちをするよ。多分ね、下手したら3月いっぱいで向こう引き払うとかでもできへんかもしれんな、荷物とかの還元で。関西近郊の方々、うちのいらない家具とかいりませんか、売るか、売りましょうか、1000円で、1000円均一で、売りま、うちの家具。軽トラとかトラックで取りに来てくれんやろね、ワンボックスとかね。でも俺の素性がバレてまうか、それは嫌やな。よいしょ、焼けたかな。もう焼けたかな。なんかもうカリッとしてるのに気をつけるな。もうええか。よし、コロッケ。秋でも好きで最高だわ。明日はどうしようかな。明日どうしよう。やらなあかんことあんねんけど、やりにいんだよな、まだちょっと。いろいろと。安い、コープのソースが出てます。この OSB 版、OBS 版、OSB 版か。めちゃめちゃ便利やわ。どうでわ。前のあのハートのあの鍋敷きは持ってきてないからさ、見るとこうか。これ食べながらウォーキングデッド見よう。いただきます。うまい。サクサクやん。また雪積もるんかな、嫌やな、積もったら。めちゃうまいやん、やっぱこれ焼くのうまいな。これ自然解凍したコロッケにを焼いただけなんですけど、しっかり温まってます。というわけでね、ちょっと牛すじ入ってるやん。鹿追牛、なんで読み方間違ってるのは可能性ありますよ。鹿を追う牛と書いて鹿追牛の牛肉コロッケ、美味しいです。ちょっと牛筋入ってたら最高。はい、というわけでこの後洗濯しながらウォーキングデッドシーズン7もう中頃になりましたんで見ていきたいと思っております。まあ、この後まだ中食べましたらね、動画撮りたいと思います。というわけでパテパス協会でございます。皆様週の初めご苦労様でございました。もう明日で1月も終わりです。早いね。ほな。